皆さんお疲れ様です。今年で、東日本大震災から、10年目、もう10年前の話、10年経っちゃいましたけどね。自分はね、今日はどんな風にね、あの当時どうしてたかという話をねちょっとしたくてね、今日はちょっと動画の撮影をしています。あの日はちょうどね、ちょっと午前中荷物積むのが時間ずれちゃって、本来であればもうかなりね、進んでなきゃいけないんですけど、千葉県の富里からね、神奈川県の川崎市向けて走ってる最中で、本来であれば予定からすればもう川崎に着く手前まで行ってなきゃいけなかったんですけど、まあ、午前中ちょっとね積み込み等々に時間がかかってしまってね、ちょうどあの当時走っていたのがちょうどディズニーランドのちょうど真横、浦安のあたりでした。でね、まあちょっとまあ気持ち、まあ焦ってもしょうがないんですけど、まあちょっと、ああ、工程押しちゃってるなーなんて思いながら走っていて、湾岸線走っていて、で、ちょうどね、浦安のあたりに差し掛かった時に、自分トラックパンクしたのかなと思ったんですよ。こう、パンクしてこうハンドルがガーッと取られるような感じだったんで、ああ、危ないと思って、ああ、いけねえと思って、パンクしちゃったよと思って、どっか止めなきゃって頭しかなかったんですけど、で、まあそんな感じでしばらくしたら、こう、ガーッとトラックハンドル取られたりとかね、バランス悪くして、こう、アンバランスな感じで、もうすっごい感じで走ってて、で、しばらくして止まったんで、あれと思ったんですよ。で、周りの車を見たらもう一斉にこう、ハザードバーッと焚いてね、端に寄せるような行動を取ったんで、自分ももちろんパンかなと思ってたんで、スピードをもちろん落として、ハザード出して左側に寄せて、で、まあ、周りの様子を見たら、あれこれ違うなと思って、もしかしてと思って、まあ、ね、ラジオをつけてみたら、地震だったと。で、かなり大きい地震だったということだったんですね。まあ、ご存知、ね、の方いらっしゃると思いますけど、浦安の地域は特にひどくてね、液状化現象が起きても、道なんかもね、ものすごい状態になってましたけど、結構被害大きかったんですけど、まあそんなようなところを自分も走っていました。まあ高速の上でしたけどね。で、まあラジオ聞いてたら、まあ、ね、湾岸線でお台場あたりで火災が出てるっていう風な話を聞いて、見てみたら、まあ実際自分の目の前に飛び込んできたら、その火災が起きて、こう真っ黒な煙が上がったね、倉庫のところ、はっきり見えました。まあ、あとはね、高速道路走ってると、まあ、カステルとか上、ね、状況を見ると、いわゆる2トン車で紙を運ぶ車、あれは、どれぐらいのサイズなのかな、新聞紙ぐらいのサイズなのかな、それを何枚もこう重ねて、こう、割れしたのを、なんだか重ねて、パレットでこう、ロープでグッと縛ってある車がもう全部荷物こう、横にこう、倒れてね、崩れても動けない状態。それがあちこちで姿見る形になりました。だから相当な振動と揺れだったんですね。あれこう縛ってて、トラックで多少こう揺すっても崩れないのがあって、ガーッと崩れてたんで、それが1台だけじゃなくて何台もこう崩れてるんですよ。だから相当ね、橋桁がこう揺れたというかね、まあ地面よか高い位置ありますからね、高速道路なんでね、高速道路ちょうどカーブのところはみんなこう倒れかかってて、立ち往生してるような状況でした。で、まあ、あの時はね、地震に対しての知識とかそういうのもやっぱり自分の中でも不十分なものがあったんで、とにかく荷物届けなきゃって気持ちがあったので、首都高速そのまま様子見て走らせました。もう本来であればね、降りなきゃいけなかったのかなとか、エンジン止めてね、車から逃げなきゃいけなかったのかなと思ったんですけど、そこまで自分の知識がなかったんでね、とりあえずもう進めるところまで進もうということで、で、まあ、あの時でもレインボーブリッジ渡ったのか、ね、湾岸線からレインボーブリッジを渡って、で、あれですね、中原街道までこう抜けてきましたけど、途中2カ所ぐらい大きい余震があって、まあその度にハザード出して左側寄せ、まあみんなもね、走ってる車、一応何台かいたんですけど、みんな走って、まあみんな左側寄せ止まってね、そんなような状況でした。で、まあ首都高速の上もほとんど車がね、入ってこない、上がってこない、どうだったんだろう、そこも自分ちょっとわからないんですけど、とにかく車がほとんど走ってない状態、従者が数台走ってる状態、トラックなんかほとんど見かけないような感じでね、まあその中自分が走ってったんですけど、2カ所ぐらいかな、
余震があって止まって2回ぐらい繰り返して、まあ、中原街道まで、中原街道まで行ったら今度はね、まあ、帰宅困難の方というか帰宅歩いて帰る、もう皆さん震災あって多分会社とっさに出たような感じでしょうね。もう中原街道から武蔵小杉の脇とか通ってきましたけど、もうものすごい歩道がもう人で埋め尽くされちゃってるんですね。この間ちょっとテレビ見たらね、そういうことがあった時帰宅をすぐしようとする人たちで状況どうなんだってことをやってたんですけど、もうすごい密な状態でそんな感じでこう歩いていたような状態で、もちろん中原街道もものすごい混んでいて、もうほとんど数分に数メーターしか進まないみたいなことをずっと繰り返しですね、そんな感じでした。うん、でまあ家族もね心配だったので、もう何回も携帯かけたんですけども携帯は繋がらない。まああの時にね、災害のメールのやり取りができるものの中で、うちのねママからパパ大丈夫、私と息子は大丈夫よってね、息子の名前は大丈夫よってこう来たんでね、まあ、とりあえずちょっとほっとした。それが来たのが3時間か4時間してからかな。うん、まあ、ちょっとほっとしましたけどね。うん、でまあとりあえずね、なんとか川崎の倉庫まで行って、まあ、倉庫にも届したら一応こんな状況だけど向こうの状況も分かんないから走ってくれということで、とりあえずね途中まで進んだんですが、まあ、途中踏切がね、もう電車が止まっちゃって立ち往生しちゃって踏切が渡れない状況で道が寸断されちゃって、あ、これいけないなと思って、でちょうどねセブンイレブンあったんで、セブンイレブンでね公衆電話あったの思い出したんで、であと昼からもう何もね何も食べられてない状態でもうお腹も空いちゃったんでね、何か買えるものがあればってセブンイレブンに行って、でセブンイレブンのもねパンとかそういう類のものは一切なくて、でお店であげられるものは確かコロッケがなんかあげて売ってたのかな、まあそういうので買えてね、まあとりあえずそれを買って、あとは公衆電話順番並んで自分の番に電話かけて、配車があるんで電話かけたら公衆電話繋がったんでね、そしたらもう今日は伊藤さんこんな状況でダメだから、とりあえずもう今日はもう会社戻ってくれとね、あとは明日以降のことはまあ後で連絡しますってことだったんでね、あれでしたけどね、まあそんな経験を自分もしました。で、あの時のまあ反省というか失敗というか考えてみると、客観的に冷静に考えてみて、地震があって本来であればね、車に鍵をつけたまんま安全な場所に避難するというのが本来であればね正しいことだったんだと思うんですが、そんなことはもう頭の中から抜け落ちてたというかね、まあ、とにかく走れるところまで行こうって考えちゃったのが多分正しくなかったと思います。うん、そういうところでね、まあそういうような感じで動いてしまったことだから、とりあえずね関東近県特に東京湾東京近辺いましたけど、津波が来たわけではなかったので、そこについてはね特に災害がなかったわけですが、ただまあ仙台を含めてね、ああいうところではやっぱりこう津波が来て大変なことになりましたけど、客観的に車の中もし乗りっぱなしで津波が来たらもしかしたら助かってなかったのかなとかね、そういうことも思いました。だからそう考えるとやっぱりちゃんとね車を置いてでもこう避難しなきゃいけなかったんだなと今ちょっとねつくづく思って反省してるところもありますけどね。当時まあ後で見たやつだとこう例えば仙台走ったらねタンクローリーなんかこう津波来てこう流されちゃってるシーンなんかも見ましたから、だからそう考えるとやっぱりあの時はちゃんと避難するべきだったんだなってちょっとね思いました。だから高速降りるようにならないですよ判断も必要だったし、ちょっとそこら辺は判断不十分だった。でもそういうことができなかった、まあああいうことがあった後だからこそそういうことが今ね10年後にそういうふうに考えられるようになりましたけど、当時はやっぱりそういうところ分からなかったんでね、やっぱりね逆から言うと、もし万が一のことがあれば自分も命を落としていたのかもしれません。まあ、そんなことも含めてね、反省すること、考えなきゃいけないこといっぱいありますけどね、10年経ってね。まあ、そんなところも含めてね、いろいろね、考えていかなきゃいけないんだな。特にね、また10年目で、つい最近また大きい地震がありました。ね、震災の報道の内容ではなかったにしろ、やっぱりね、大きい地震があって、ね、自分の家もちょっと揺れましたけどね、まあ、そう考えたこともありましたし、前回はまあ
東北が中心でしたけど、もうこの先ね、東海地方が中心であったりとか、関東が中心であったりとか、そういう可能性もあると思いますからね。だからそういうところも含めてね、きちっとね、どういうふうにしたらいいかってことをきちっとね、学んで考えて行動することが大事なんだなと思いました。まあちょっと10年ね、振り返って、まあ当時のことも振り返ってね、まあ、家族と連絡取れなかった不安のこと、不安だったこととかね、あと友人とね、連絡取れなくて不安だったことをね、ちょっと思い返しながらね、まあ今後どうしていったらいいのか、どう対応したらいいかってことをね、ちょっと考えていかなきゃいけないんだなと、10年目でもう一回ね、再確認しなきゃいけないな。で、またね、ちょうどまあ先々週ですか、ちょっと大きめの地震がありましたから、そういうところも含めて再認識しなきゃいけない、考えなきゃいけないってことをね、ちょっと考えさせられました。まあ、ちょっと取り留めのない話にはなってしまいましたけど、まあそういう経験したんでね、ちょっとまあ最近トラック乗り出したんだよとか、まだ5年6年ぐらいしか乗ってないんだよって人もね、そういうような状況になると思いますんでね、まあ会社の対応マニュアルとかもろもろあると思いますけどね、そういうようなところをね、再確認してね、そういうところでいざとなったらどうしたらいいか、その地域によって場所によってまた違うと思いますね。海沿いなのか山沿いなのか、走ってる場所、トラックのドライバーさんっていうのは常に一定の場所を走ってるわけじゃないわけですからね、場合によっちゃ山の中かもしれないしね、海辺かもしれません。まあ海上コンテナなんかだと、例えばね、岸壁がなんかいると、もう本当にもう海、そこ海だよみたいなところもこういるわけですからね。だからそういう時どうしたらいいかと思うね、ちょっとね、再認識して確認していく必要があるんじゃないかなと思いました。まあ今日はね、ちょっとね、震災から10年目だということなんでね、自分がちょっと体験した話とちょっと反省も含めてね、こんな話をしてみました。なんでね、皆さんもね、いろいろね、確認するものをきちっと確認して、自分がどういう行動を取ったらいいかということをね、再認識していただけるようにしていただければと思います。はい、今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は、動画の評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあでもね、本当ね、まだまだ記憶に残ってます。あの時不安だった気持ちとかね、連絡取れなかった、家族が連絡取れなかった、であとはもう何時間もね、こう渋滞っていうか動かない中を走って、信号機が動いてないところとかね、停電で真っ暗なところとか、それこそね、歩道を歩く人がものすごい数の人が歩いてとかね、そういうのもまだ目に焼き付いてますからね、まあ、そういうところも含めてね、そういう時があった時どう行動したらいいかってことをね、再認識してチェックし直す必要があると思います。はい、じゃあこの後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全にお疲れ様です。